皆さんこんにちは、一条真です。今から90秒でキングオブプリズム by プリティリズムのことをお話しします。初めて見たオーバーザレインボーのプリズムショーでプリズムショーの魅力に魅せられた僕はプリズム商会の名門エーデルローズに入学することにしました。プリズムショーは好きかい？え？おーい、こっちこっち。ああ、オーバーザレインボー早見ひろさん、ハロー宮浜浩二さん、西名和樹さんよ。入学初日、僕は早速憧れの先輩オーバーザレインボーの3人の話を聞くことができました。その帰り道、君はこんにちは、また会えたね。彼の名前は如月瑠衣君。瑠衣君のおかげで僕はプリズムショーに出会うことができたんです。エーデルローズには僕の他にも6人の新入生が所属していました。シーン、少しは遠慮したらどうだ。中央院財閥の名にかけてね。君の苦手な食べ物は何だい？ごめんなさい。僕じゃなくて俺はゼウス。それからシュワルツローズの話もしておかないと。氷室主催と何か因縁があるみたいで、ヤマト・アレクサンダーさんが和樹さんに勝負を挑みに来たんです。西名和樹、てめえだけはぶちのめさねえと気が済まねえ。分かった、その勝負受けて立つぜ。そこまでだ。剥がれろシックスパックコア。そんな中、浩二さんのアメリカ行きが決まり、ローズパーティーでオーバーザレインボーの活動休止が発表されることになりました。みんなありがとう。きっとまた会える日まで。グッバイ。シン、はい、君の出番だ。え？一条シンプリズムショー行きまーす。皆さんは覚えていますか？初めてプリズムショーに出会った時のことを。僕はプリズムショーに出会ってから周りの世界がキラキラ輝きだしたんです。僕はこの心のときめきをたくさんの人に知ってもらいたいんです。きらめくための理由はいつも同じ場所にあるよ。君へと出会ってこんな笑顔見つけた。皆さんどうでしたか？浩二さんはアメリカ、和樹さんはエーデルローズを辞めると言い出して、オーバーザレインボーのいないエーデルローズどうなってしまうんでしょう。90秒で収まってない？3分を超えてる。劇場版キングオブプリズムプライドザヒーロー、6月10日、プリズムのきらめきが再び、祝別限定前売り券販売中。